元チャンネルをご視聴いただいてありがとうございます。元です。今回は木工フライス板とかに使われる X 軸と Y 軸のスライドテーブルを製作しました。まあ、今回は次のトリマーのスタンドを作る第一段階としての XY のスライドテーブルです。それでは制作動画スタートです。
いかがだったでしょうか。アルミ棒の5ミリを使ったところが、もしかすると強度的にステンレスの方が良かったかなっていうのはちょっとあるので、上のポリマーのスタンドを作って、その時の状況でもしかすると作り直しちゃうかもしれないですけど、チャレンジしてみたいなと思います。元チャンネルではこのようなジグ製作や初心者講座などの動画を配信しています。またモッツ工房では家具や雑貨などの製作動画を配信しています。よろしかったらこちらもチェックしてみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。